キリトじゃない、ちょうどよかったわ。よう、シノン、どうしたんだ。実はね、この前寄った集落で興味深い伝承を聞いたのよ。暗闇の洞窟って場所に探索に行った人たちが帰らないって話。探索に行って帰らない？ええ、そこには不思議な生き物が住んでいて、しかも神聖術による明かりも灯らないというわ。神聖術による明かりが灯らない？もしかして強力な神意によって保たれた洞窟なのか？ええ、人海人は寄りつかないけど、近頃では一部の冒険者がそこに挑戦したりしているみたい。そこにいる不思議な生き物、光る虫を見るためにね。え？虫を見るためだけにそんな危険な場所に飛び込むなんて。あんたがそれを言うの？まあ危険なところに飛び込むのは好きだし、元スプリガンとしては血が騒がないでもないけど。そう言うと思った。え、いや、俺は別に危険に挑戦するというよりかは、冒険者が危険な目に遭ったりするのが心配でだな。というわけで俺はちょっと失礼。やっぱり調べに行く気満々じゃない。いや、そこに行くなんて一言も言ってないぞ。何年あんたと一緒にいると思ってるのよ。いい加減わかるわ。私も行く。だから先に行かないで。もしかして俺を守ってくれる気なのか？は？違うわよ、そんなんじゃない。ただそういう未知の洞窟って聞くと、ダンジョンに潜って AMR ティアマトを手に入れた時のことを思い出したの。心がたぎるというか、そんな感じ。なるほどな。そういう時に感じた高揚感ってなかなか忘れられないよな。そういうこと。ここだな、その洞窟は。それにしても暗いわね。そうだな。ちょっと待っててくれ。ジェネレートルミナスエレメント。あんた酵素の生成苦手だったっけ？いや、これは明らかにおかしい。普段はもっと明るく出るぞ。とはいえ、コースの調子が悪いのかも。炎でやってみる。この辺の草に点火して、ジェネレートサーマルエレメント。弱火ね。うん、暗い。どうやらただの伝承かと思ってたけど、神聖術による明かりすら灯らない洞窟っていうのは本当だったみたいだな。少しは灯ってるけど、
勝手に微弱になってしまう。それってあんたが言ってたみたいに真意で物事が上書きされて塗り替えられてるからってこと？ああ、おそらくな。この地に足を踏み入れた人の多くがそう思ったから、その思い込みが反映されたのかもしれない。それが俺の生成した素因にも上書きされて光をかき消そうとするんだろうとしか言いようがない。はあ、なんだか神秘的だけど厄介な世界ね。仕方ない。まあこの小さな明かりだけでも進めない暗さではないし、しばらくはこのまま進んでいこう。そういえば行く前に言ってた光る虫ってどんなやつなんだ？光る虫というより光を食べる虫だそうよ。すごく昔から存在しているっていう伝承があるの。光を食べる虫か。あまり考えたくないけど、もしここに種が植えられていたらガラントを介して復活した存在だって可能性があるな。ええ、その場合は人を脅かす魔獣として蘇ってしまう。ねえキリト、このアンダーワールドにおける伝説の生き物とかって総じて太古の竜みたいに人界を守ってきた存在の場合が多いんじゃないの？シノンよく知ってるな。カーディナルの書庫で本を読み漁ったの。さすが本の虫。今回のターゲットが虫だけに。いや、面白くないから。で、私が言いたいのはそういった存在を倒したりしてもいいのかってこと。そうだな、難しい問題だけど、カラントを介して生の執着によって蘇った魔獣は生前の魂をほとんど持っていない、どこか壊れた存在なんだ。だからこそ生の執着が歪んで発揮され人を襲ったりもする。その場合は剣を向けるほかないよな。それに何らかの目的のために無理やり蘇らせられた彼らをもう一度眠らせることが必要なんだと思ってるよ。ただ状況にもよるし、結局は自分の守りたいもののために戦ってるだけなんだけどな。そうね、あんたって予想通りの答えをするのね。予想通り？ええ、ずっと気になってたのよ。あんたがこの世界におけるモンスター、あ、いえ魔獣のことをどう考えてるのか。やっぱりあんたはただのゲームとしてこの世界を生きてるわけじゃない。あらゆる存在について考えた上で戦ってたのね。そうかな。そこまで深く考えられている自信はないよ。たまには認めたら。魔獣だわ、注意して。ああ、暗いから足元には注意しながら戦おう。よし、それじゃあさらに奥に進もう。ええ、分かったわ。そうだ、賭けをしない？賭け？ええ、先に虫を見つけられた方が勝ち。相手の言うことを何でも聞くの。同時に見つけられた場合は？引き分けで賭けはなし。もういいけど、いきなりどうしたんだよ。賭けたくないの？まあ、シノンが何でもしてくれるっていうなら。いやらしいこと考えてる？おい、そんなんじゃない。うまいものをおごってもらうとかだって。分かってるわよ。ともかく賭けるってことね。ああ、それじゃあ気合い入れて虫を探すぜ。けどなんか暗くないか。もはや右も左も分からなくなってきたな。これは一旦戻って対策を練り直した方がいいのか。ちょっと待ちなさい。こういう時のために用意したものがあるの。うっ、今のなんだ。
薬よ。火薬？そんなものこの世界にあるのか？そのものはなかったけど、類似素材を調合したら作れたの。これもカーディナルの書庫で知った知識よ。へえ、そうなのか。あ、なるほど。さすが氷の狙撃手シノンさん。もしかして中世ファンタジーの世界にも銃を持ち込むつもりですか？今は無理だろうけど、いずれはね。だってこの世界って他の VRMMO と違って、ちゃんと人々が紡いできた歴史があるわけでしょ。今は無理でも、いつか文明が進化していったら、そのうち銃だって作れるんじゃないかしら。まあ否定はできないな。それに火薬の明かりがシーンによる暗闇を突破したのは、おそらくこの洞窟を訪れた人たちがイメージした光のない洞窟、神聖術すら無効って概念を乗り越えたんだろうな。つまり新たなイメージによる事象の上書きってこと？ああ、そういうことだと思う。え？やっぱり上書きできなかったか。違うわ、これは今消されたのは火薬の光じゃない。あそこよ。なんだこのでかいの。これが例の光を食べる虫ってやつか。そうみたいね。想像してた虫のサイズではなかったけど。ああ、ちょっとした小動物くらいはあるよな。まあ害はなさそうだけどさ。そうね、凶暴な感じでもないわ。こちらに向かって攻撃も仕掛けてこないしな。カラントによる復活体じゃない可能性もあるか。もしかしたら暗闇の洞窟における生態系の頂点なのかもしれないわよ。生態系の頂点、食物連鎖の最上位ってことか。この暗闇で生きていける生き物なんてそうそういない気もするけど。ねえキリト、この先にもう少し進んでみない？せっかくだし、この暗闇の洞窟をもう少し調査したいわ。なあ、それに本当にカラントがないかも気になるしな。だいぶ奥まで来たな。しかもさらに暗くなってない？もしかしてやっぱりここにも光を食べる虫がいたな。ああ、こっちの明かりを見て食べたそうにしてるぞ。ごめんね、これをあげるわけにはいかないのよ。虫たちが。キリト、あそこよ。また魔獣か。キリト見て、あの魔獣口から変な気体、煙を出してる。あの機体にもまさか光を消す効果が。シノン、もう一度火薬を。ダメ、あの機体がこの周辺に充満してる。いくら点灯してもすぐに消されるわ。虫たちの食料を消し、その虫たちを襲ってるのか。いや、あいつは生態系の頂点なんかじゃない。ただの暴食者だ。あいつがいたらこのレアな虫たちも絶滅するぞ。でもこのままじゃ、こんな閉ざされた視界じゃ魔獣を倒すことなんてできないわ。シノン、キリトたちからも直接聞いたけど、カーディナルの書庫にあった本の中にも書かれていたわ。この世界は心の強さが実際の強さになると。それを知ってから一つ試したかった技があるの。練習はしてたんだけど、ちょっとここで披露させて。心の強さとはイメージの力。
私の今イメージしているのは弓矢ではなく銃。シノ、弓矢を天井に向けて何をするつもりだ。こうするのよ。眩しい。まさか今の一撃地上まで貫通したってのか。ええ、成功みたいね。あの魔獣が苦しんでる。もともとこんな場所で暮らしてたんだもん。明るい場所が得意なわけないわ。よし、今のうちにあいつを退治するぞ。ええ、ディスチャージ。
か倒せたみたいだな。ええ、そうね。あら、どうしたの？シノンにお礼言ってるみたいだな。美味しいご飯を食べさせてくれたわけだし。誰かさんじゃあるまいし、そんなに食い意地張ってるかしら。おい、ほら、オートに戻るわよ、キリト。お疲れ様、シノ。そうだ、賭けは私の勝ちね。ああ、そうだった。一体何をご所望ですか、シノンさん。そうね、こんなことでいいのか。ええ、この世界のケーキを一度思いっきり食べてみたかったの。それにあんたにケーキをおごってもらうのは恒例の儀式みたいなものでしょ。恒例の儀式か。賭けの代償としてはえらく安く済んだな。もっとわがまま言うと思った。はあ、すごい装備を作りたいから素材を取るのに協力してくれとか。それにしてもうまいな。キリト、もう唇にクリームついてるわよ。まあごめん。私一体何してるの。忘れなさい、今のは。忘れないとあんたに風穴開けるわよ。唐突に物騒だな。それにしても最後のあの一撃はすごかったよ。シノンの放った矢はまさに狙撃銃。いや、それすら超える威力だったよ。ええ、ここにはないはずの AMR ティアマト、それを心に描きながら矢を放ったら通常よりも破壊力のある技を編み出せたのよ。それで天井を破壊して地上までの穴を作って、ソルスの光で洞窟の地下深くを照らせたんだよな。ああ、上に弓矢を構えるシノンの姿はまるで五光が差す太陽神みたいだったぜ。何言ってるのよ、もう。変なこと言わないで。私が神様なわけないでしょ。でもこの世界の探索もとても楽しかったわ。またそのうち機会があれば挑戦してみたいわね。ああ、また行こうぜ。